はいどうもこんにちは、ツインです。よかったらチャンネル登録、いいねボタンとコメントもしていただけると嬉しいです。ぜひ、いろいろ書いていただけたらなと思います。はい、ということで今回はですね、仮面ライダーの、これ今回が最後になるかな。はい、ということで、仮面ライダーの方がね、実はもう完成しております。で、ちょっと1点、補足というか、前回までの動画で僕がちょっと勘違いしてたことがあったので、修正をさせていただくんですけれども、この仮面ライダーが実はてかもう多分知ってる人は知ってたと思うんだけども、タイプ的に行くと915ライダーというタイプになるんですよね。確かね。確か915ライダー。ちょっと微妙に言い方が違うかもしれませんけども。で、僕の頭の中で仮面ライダーにはこう、横にね、こう白のラインが入ってるっていう頭がもうその固定観念があったんで、ずっと白のライン入れなきゃって思ってたんだけども、これは白のラインが入ってないのが正解ということで、良かったみたいです。はい。なんか白のライン入れなきゃいけないみたいなことを僕動画で言ってたかと思うんですけども、これは、白のラインがなくて OK。ということで、このまま完成ということになります。アンテナの方もね、つけてありますね、もうね。で、微妙に後でまたちょっと若干修正はするかもしれませんが、とりあえず本体はこれで完成ということで、で、台座をね、作っていこうと思うんですけれども、台座をですね、何使ってもいいんですけどね、木製台座とかで綺麗に仕上げてもいいんですけども、今回は僕、今回はとか結構僕よく使うんですけども、適当に作っていこうと思います。依頼の、その内容にこの台座はこんな感じでっていう指定もなくて、台座も作ってくれという指定もなかったので、別になくてもいいんだけども、とりあえずね、おまけで作っていきますので、この辺はね、自分好みでやっていこうと思います。で、ちょっと、適当に転がってたこういうレジンの板。なんで適当にこう転がってるのか微妙なんですけども。こういうものがね、よくうちには転がってます。はい。で、このレジンのちょうどいい大きさなので、これを使っていこうと思うんですけれども、このままね、塗装して乗っけるだけでも、別に台座は台座なんだけども、さすがにこれだとね、味気がない、色気がないということで、加工していきます。で、今回の加工の一番のメインというか、肝は、四角にしない。丸だったら丸にしない。こう、綺麗な四角とか綺麗な丸にしないっていうのが、今回、やっていく作業になります。なので、こう、ちょっと大型のニッパーでガンガンカットしていきます。適当にカットします。本当はね、もっとね、四角じゃない。もう最初からね、四角じゃない、こう、レジンの板とかがあればいいんだけども、今回ちょっとなかったので、ちょっと大変なんだけども。よいしょ。これをね、ぼちぼちカットしていきます。この辺はもうちょっと早送りしましょうか、後で。とにかくね、シンメトリーにしない。よいしょ。ちょっとじゃあ、ちょっとカットしていきますね。はい、ということで、ちょっと、ここまでするの大変でしたけど、こんな感じで、さっきのね、四角い状態から、こんな感じで、デコボコ。適当ですね。なるべく、コツとしてはなるべくこう、直線とか、こう、決まったような、幾何学的な、ものがないように、ランダムに、こう、刃を入れて、もう、割れたりとか、ひびがいったりっていうのもそのまま残すような感じで、カットしていきます。で、これをね、仮面ライダー乗せていこうと思うんですけども、こんな感じになりますね。どうですかね、ちょっと全体像今映ってませんけども、この足元しか映ってないんだけど、さっきの、こっちでもいい、逆でもいいんだろうね。逆でもいいかな。どっちがいいかな。どっちでもいいんだけど、どうですかね、さっきと雰囲気変わりませんか？うん。真四角の状態よりも、こういう風にこう台座がこう、デコボコした方が、もっとね、大胆にこうカットしてもいいんですけども、とりあえず今回この中にでやろうと思うんだけど、このデコボコしてランダムなものの方が、よりこう作品のね、こう、世界観っていうのがね、出るような気がします。好みなんですけどね。好みだし、あとガンプラなんかは逆に、きっちりとした四角いとか丸とかの台座の方が似合うかもしれません。こういうね、仮面ライダーとかウルトラマンとか怪獣とか、クリーチャー系とかね、こういうのが似合うかなと思います。はい。これもあくまで好みなんですけどね。好みなんだけども、よりその作風に合った台座っていうのがあると思うので、今回はこういう感じの、台座にしていきます。で、ここにポリパテを持って、で、仮面ライダーをこう置くような形をして、で、塗装して終わりになります。はい。じゃあ、ということで、ポリパテを持っていきましょう。もうね、どんどんカットしてやっていきますね。はい。ということで、ポリパテを練ってます。もうちょっとこれ、厚めの紙でやった方がやりやすかったね。よいしょ。まあちょっとね、ポリパテを大量に練って、で、この上に乗せる。乗せます。よいしょ。よいしょ。で、鳴らします。まあ、鳴らすって言っても、適当ですよ。このね、形の時もそうだけど、なるべく、適当に。これをきっちり綺麗にやると、なんていうのかな、味気のないというか、なんだな、その無機質になっちゃうっていうのかな。こうやって乗せて、適当にこう、乗せて、で、さらに、さっきこう砕いた、このね、端っことかをカットして砕けたこうレンチがあるんですけども、こういうのをこう乗せて、適当に。これ適当ですよ。もうなんかもうあんまりこう考えると、なんていうかな、規則性ができちゃうっていうのかな。瓦礫なので、もう瓦礫を瓦礫としてそのまま使うだけなので、よいしょ、適当に乗せていきます。まあ全部乗せちゃおうかな。全部乗せちゃおうか。で、よいしょ。気をつけなきゃいけないのが、一点だけあって、気をつけなきゃいけない一点だけあるんだが、よいしょ。こうやってね。まあ、ポリパテでこう埋める感じでもいいかな。ポリパテで埋める感じでもいいかと思います。で、まあ、後で、なんだろうな、グラグラするようなものがあれば、接着剤で固めるんですけど、で、よいしょ、ラッピング、よいしょ、ラッピングを適当な大きさにカットして引いて、でこの仮面ライダーを立たせるところに置きます。はい。このね、足元はね、この瓦礫とか置いちゃうと、後で、なんだろうな、めんどくさくなっちゃうので、これだけ気をつけます。はい。こういう状態にしておいて、ポリパテが固まるまで待ちます。はい。じゃあ、あとは固まるまで待つだけです。はい。はい。ということで、固まりましたね。何時間ぐらい置いたかな。6時間は置いた。うん。なので、もう完全に硬化してますね。だいたいポリパテって、まあ、固まり始めるのがもう10分とか20分。20分は変わんないかな。まあ、10分ぐらいで固まり始めて、で、まあ、1時間、2時間で一次硬化が終わり、で、まあ、3時間超えてくると、まあ、でもやっぱ5、6時間かな。5、6時間経つともう完全に固まってカチカチになります。で、そのぐらいまで経つと、この溶剤分っていうのかな。ここにポリパテを進める溶剤がありますけれども、こういう溶剤分とかも抜けてる感じになります。で、まあ、この状態で、まあ、この状態にして塗らないと、ちょっとね、不具合が出る可能性があるので、まあ、完全に、塗るときはね、塗装するときは、完全に、そういう溶剤分も抜けてからの方がいいかなと思います。で、足元のところに穴を開けて、で、こっちも同じ位置に、かかとに穴が開いてますけども、穴を開けて、で、ここに軸で固定するということになります。はい。ということで、もうね、色塗っていきましょう。で、まあ、色塗るんですけど、そんなに難しいことはしません。うん。制作もね、簡単にやってますし、塗装もそこまで難しいことはしません。艶消しの黒。艶消しの黒どこ行った艶消しブラック。あ、あった、これだ。これだ、艶消しブラック。艶消しブラック使います。ガイアさんはね、本当オービングであるのでいいですよね。で、このまま塗ってってもいいんですけど、途中持ち手が必要になる可能性があるので、一応持ち手をこうやってねつけておきましょう。さあ塗っていこうかね。で塗る時ももうこのボロボロになった使い倒した100均3セット4セット100均で売ってるやつですね。この筆でいいですね。で塗っていきます。ちょっと薄めてもいいかな。ちょっと溶剤足しますか。こうやってね、あんまりこう蓋を開けっぱなしにして置いとかない方がいいんですけど、あ、そうだ忘れてた。先にやることがあった塗装の前にサフね、サフというかプラサフですね。プラサフを塗るの忘れてましたね。先にプラサフです。はい、すみません。プラサフを塗んなきゃ。プラの場合は、いきなり塗料を塗ってもいいんですけど、ちょっと筆で色が飛ぶと怖いんで、これ塗装してるときに、特に筆で塗装してるときって、筆で、散っちゃうことからね、塗料がね。なので、これはよけときます。はい、危ないんで、よけときます。で、普通の、プラモとかだったら、そのまま塗ればいいんですよ。塗料をね、いきなり塗ってもいいんだけど、このレジンのところは、どうしても食いつきが悪くなるので、このプラサフをね、塗った方がいいですね。まあ、プライマーでもいいんですけど。プライマーとプラサフの違いはもう散々僕、いつも言ってるんで、まあ、今更なんですけど、一応言うと、プラサフのプラは、プラモデル用のサーフェーサーという意味ではありません。もうね、もう今更ね、もうみんなも知ってる人多いと思うんだけど、プライマー入りのサフですね。サーフェーサーになりますね。で、世の中には、プライマーの入っていないサフもないことはないです。特に模型用、プラモ用のサーフェーサーにはプライマーが、まあ、プライマー効果がゼロではないと書いてあるんですけど、まあ、入ってないんでしょうね。うん。まあ、プラモなのでね、食いつきとかあんまり関係なしに、要はサーフェーサーっていうのは、サーフェイスっていう言葉自体がね、なんていうかな、お化粧をするというか、うっすらこう、覆い隠すみたいなね、そういう意味合いの言葉だと思うんですけども。なので、本来サーフェーサーにね、食いつきを良くするという機能はありません。よく勘違いしてるんだけどね。食いつきを良くするためにサフを塗るって言ってる人結構いるんですけども、厳密に言うと、プラサフを塗るが正解ですね。で、まあ、プライマーだけっていうのもありますね。密着論とか、あと、なんだろうな、まあ、クレオスさんとかだとプライマーっていう名前で売ってるか。まあ、プライマーという、透明のね、透明だったり、ちょっと白濁した液体だったり、まあ、いろんな種類があるんですけど、まあ、そういうものがあります。まあ、プライマーは、僕は密着論っていうね、プライマーを使ってますが。というわけで、こんな感じで、サフを塗って、で、まず真っ黒に全部塗っていきます。はい。プライマーを塗って、乾いたら、艶消し黒で塗っていきます。ちょっと飛びます。はい、全部黒に塗りました。で、もう乾かしてあります。もう触っても大丈夫。まあ、いい感じに。筆でね、適当に塗った割には結構均一に、艶もいい感じで消えてるかなと思います。はい。じゃあ、ここからですね、色をつけていきます。で、まあ、本体、ね、仮面ライダーと、ね、本体と一緒で、アクリルガッシュで、色をね、つけていきましょう。これ、どのぐらいの動画になるんだろう。なんか結構予想以上に長い動画になりそうだね。仮面ライダー自体が、ちょっと、なんていうのかな、暗めの塗装なので、ちょっと明るめでいこうかなと思います。別にアクリルガッシュじゃなくてもいいんです。水性塗料でもいいし、ラッカー塗料でもいいし、他のね、なんか使ってもいいんですけども、まあ、アクリルガッシュでいいんじゃないかな。さあ、何色にするっていう話なんだけど、まあ、基本的にはまず地面の色。地面の色って何色だろうね。まあ、茶色。薄い茶色。まあ、下が砂利なのか、泥なのか、土なのか、砂なのか、草むらなのかね。いろいろまあ変わるんですけど、アスファルトとかね、ちょっと大変だよね。こんな感じで塗ります。で、今回ちょっと水をつけてません。で、ドライブラシのような感じで全体にのせていきましょう。まあこれね、ドライブラシみたいに塗っていくので、水を使ってませんけど、まあちょっと乾いてきたら、さすがにね、使ってもいいんだけど、とりあえずは。で、ちょっとこう、こんな感じで、今回白と黄色と茶色しか出してないんだけど、こういうのも、こう、なんていうかな、ランダムに、適当に塗っていきます。もう適当です。もう台座に関しては、いかに適当にするかが肝な気がします。この形といい、塗装といい、なんていうのかな。これをね、きっちりやろうとすると、逆になんかこう、なんかね、人工っぽいというか、なんか、いかにも作りましたって感じになっちゃうんだよね。まあ、いかにも作ってるんだけど、いかにも作ってんのよ。だって人間がやってんだからね。いかにもやってんだけど、まあ、ここをさ、いかにこう、嘘というか、だってほら、もうスケールがさ、8分の1かな？約8分の1ぐらいのサイズで作ってるわけなので、もうそこに嘘はあるんだよね。そこに嘘はあるので、こう、なんていうかな、自分の意思が入れば入るほど、意思というか自分のこう計画とかそういう考えというのかな。意思はあっていいんだけど、その考えみたいな、そのこうしてやろうとかっていうのが強ければ強いほど、そこに嘘がどんどん重なっていくような気がするね。うん。ランダム、適当にね、こう塗れば塗るほど、どのように色が乗っかっていくかっていうのは、僕にも想像が、僕もわかんないわけ。ってことはそこに嘘はないよね。っていうようなことを今更ながら思いついております。はい。こんな感じかな。もうちょっと黄色入れようか。場所によってね、こう色もね、変えてもいいのよ。こうやって。で、しかもこう適当にね、次は赤、じゃあ次は黄色、次は茶色とかじゃなくて、もうなんか、ここたまたまこう筆置いたところについた色とかね。で、まあ全体的にこんな感じで仕上げて、で、これね、このままだと、ただの瓦礫というか地面の色になっちゃうので、もうちょっと塗ろうか。もうちょっと塗りたいね。あとね、一応ね、濃淡に関してはね、考えるよ。いくらね、適当とはいえですね、影になりそうなところとか、そういうところは濃く。で、上に、こう、表面に出てるところに関してはちょっと明るくとか、そういう、こう、濃淡、影とか光とかに関しては、まあ、もちろん、考えます。ここはね、必要なんで。で、まあ、今、地面の色に、もう、ものの数分で地面っぽくなったかな。ちょっとこう、大げさな感じはするけど。で、まあ、こう、あとここのね、瓦礫、こう、なんか作るときにこう、適当に乗せたやつね。ここは、ちょっと、なんていうのかな、色を変えたい。うん。岩というかその瓦礫と地面の色が一緒なわけないもんね。なので、ここはちょっと、まあなんだろうな、アスファルトの瓦礫なのか、それともコンクリートの瓦礫なのかはわからないんだけども、ちょっと白と黒でネズミ色を。で、まあ、ちょっとここに残ってた茶色なんかも入ったりなんかして、で、塗っていきましょう。だいぶね、今回明るめに仕上げます。いつもはね、結構暗めの色をのせていくんだけど、今回は仮面ライダーがね、ちょっと暗めの色なんで、こんな感じかな。ほら、わかるかな？こう、瓦礫感が出てくるでしょ？もうちょっと白くとめようかな。こうね、この瓦礫のところね。で、あんまりこう、ほんとね、丁寧に塗れば塗るほど、なんだろうな、塗りが均一になっちゃうので、それだけを、そうはならないように気をつけて。で、白をのせればのせるほど明るくなるので、なんでそんな白い瓦礫やねんっていう感じはしなくもないけども、あとはね、ちょっとこのエッジも白く、だからあれだね、イメージ的にはまあなんかこう白いコンクリートとかの、床がもうなんだろう、崩れたり壊れたり吹っ飛んだりとかで、こういう土が表面に出てきてるようなイメージかな。これは今、あれ見た通り言ってるだけだからね。最初からそのつもりでやってないのよ。最初からさ、そういうつもりで作る人もいると思うんだけど、後付けね。こんな適当でいいのかなって思うけど、適当でいいのよ。はい。こんな感じで、仕上がりましたね。もういいかな。なんかもうここから色のせることもないかなと思うんだけど、仮面ライダー緑というかちょっと濃い緑じゃない？だからちょっとね、緑を出します。緑ね、緑。これ何？なんとかグリーン、なんとかグリーン、ペールグリーンかな。で、ちょっと緑を筆先にちょびっとつけて、若干入れるんですよ。これ。まあ、わかんないよ。これが正しい理論とかそういうのはよくわかんないんだけど、こう地面に、なんていうのかな。こういうちょっと緑みたいなものを、緑っていうのはこの、要は仮面ライダーの色ね。仮面ライダーの色、仮面ライダーに使われている色とかを、ちょっと入れることで、なんかこう統一感が出るような気がするんだな、これがな。不思議とね。これがね、なんかこう、なんだろうな、美術的な理論があるのかもしれないけど、ちょっとわかんないよね。こんな感じかな。でさ、ほら、まあ、茶色って赤系じゃない。で、黄色。で、緑は青系だよね。だから、なので、色の三原色に近い色を使ってるよね。白と。で、最初のこの下地に黒を使ってるじゃない。だから、白、黒、まあ、色は微妙に違うけども、赤、黄、青系を使っている。うん。ってことは、基本色は全部使ってるってことだよね。うん。ということで、こんな感じに仕上がりました。うん。まあ、割と塗装はすぐでしたね。よいしょ。で、ちょっと乗せてみましょうか。で、仮面ライダーを乗せるとこんな感じ。ちょっとカメラを避けます。動かします。よいしょ。こんな感じです。ちょっとピントが合ってないか？どうですか？やっぱりあれだね。仮面ライダーが濃い色なので、台座をちょっと明るめにしたので、ね。だいぶこうマッチしてますね。で、撮りますよ。台座だけ見ると、まあ別にそこまで、なんていうのかな、あんまりこう、インパクトはないんだけど、仮面ライダーを置くと、途端に地面っぽくなる。うん、これが不思議だね。ほんと不思議なんだけど、台座です、これが。はい。ちょっと動画自体は長くなってるんですけど、まあ、乾燥時間とかもあったりとか、まあ、切り替えでね、やってたりするんで、ちょっと動画は長くなってるかもしれませんが、なんていうのかな。台座のこの制作にかかった時間的には、もう、正味ね、その感想とかそういう効果時間とか除けば1時間かかるかかかんないかぐらいじゃないかなと思います。はい。まあ、動画をね、見返してもらえれば、なんか全然手間かかってねえなっていうのはわかると思います。はい、ということで、長々と仮面ライダーのね、動画もシリーズでやってきましたが、これで仮面ライダー完成です。よいしょ。はい。一応後ろも見せようか。ピントがこれなんか微妙に合ってない気がするんだけど。ピントが合う？ピント合うね。はい。で、まあここからちょっと後でまた若干手を加えるかもしれませんが、基本的にはこれで完成ということになります。はい。うん。いいね。いいじゃない。かっこいい。うん。なんかまたね、なんかこう完成するとね、自画自賛が始まるのね。でもね、かっこいいですね、仮面ライダーね。この昔のね、古い海洋堂のソフビキットなんですけど、あれかな、海洋堂ミュージアムとかに行けば、まだ売ってるかな。定期的にね、再販もかかってるようなので、もし欲しい方はよかったら買って、まあ、こんな風に作んなくてもいいですよ。自分の思う通りにね、作ってもらえればいいと思うんだけども、こんな感じで仮面ライダー完成しました。参考になった、良かった、面白かったという方はですね、ぜひ、いいねボタン、あと、チャンネル登録、していただけたらなと思います。あと、ぜひね、感想とか、まあ、なんか質問とかあればね、そういうのもいいんですけども、ぜひコメントもしていただけたらなと思います。では、次回また別の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。いやー、長え動画になってるぞ、これ多分。